Hey, what's up? というところでですね、今回カルディバからリリースされた、すり抜けバレットというところなんですけど、まあ、本当にねシンプルなものを、真剣に考えました。簡単につけやすいっていうのと、あとは、ちゃんとカバーをすり抜けてくれるっていうところをね、すごい突き詰めたら結果的にものすごく時間がかかって、2層になってしまったというところなんだけど、実際ね本当に、使い方としてはものすごく簡単です。こうねワンタッチで簡単にこうピッてやれば止まるようになってます。で、これはね、前のマテリアルがハードで後ろがソフトという感じだったんだけど、どうしてもねカバーをすり抜けるときに前もソフトだと言ったら硬いものをすり抜けたりするときに逆にめり込んじゃったりとかねするんで、前はハードにしたかった。ただワンタッチで止めたいとなったときに後ろソフトにしないと、簡単に止まらないというところでね、ものすごくこうねシンプルなものを考え、抜いたすり抜けバレットなんですが、本当に非常にワンタッチでできます。でそれがもうワンタッチでもちろん外せるしっていうねいうところなんで、簡単にこう脱着できます。そして、カラーはですね、3カラー用意してあります。ここにもねありますけれども、クリア、ファイヤー、オリーブという3カラーを用意して、なおかつサイズも3サイズ、それはワームのサイズに合わせて使っていただきたいなということで、3サイズ用意しました。とにかく、ベジテーションだったり何なり、カバーをすんなりすり抜ける、すんなりトレースすることを可能にしたこのすり抜けバレット、ぜひ皆さん使ってみてほしい。すり抜けバレットやつ、よし、今からよこの水槽を使ってまあどうやってすり抜けるかっていうねものをやろうかなと思ってるんだけど、まず水槽に何も入ってない。なんで今からまあ砂利引いたり、まあ言ったらこうウィード引いたり何なりっていう自分たちで作りながらやろうかなと思ってるよ。あーすげえ濁ってんね。こう石を置いてみても浮くっていう、これもさほっとくとこうやって浮いちゃうからさ、わかる？こうやって水の中に沈んでるものっていうのは一回浮いてたけども沈んだってやつだよな。右左これ。やっと用意できた。水が濁ってしょうがなかったな、この砂利のせいで。というところで、すり抜けバレットの説明だ。まあ水中のイメージが一番わかりやすいかなと思って、こういう風にね、仮説的に、水槽でこれが、まあ、ウィードみたいな感じでね仮説的に作ってみたけど、まあそれがどういうことかっていうと、まあこれが例えばこうファットイップがこうねこうほら見てほらこれこの感じすげえ光ってるでしょ、ほらおい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 ほらこんなにおい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 っつってこうほらで、これをまあ上手い人は結局これうまくこうほぐしてこれるんだけど、結局竿をすごく煽ってしまうとバンってこういっちゃうんだよな。そのためにすり抜けバレットをつけると。ついてるバージョンの時はどういうことが起きるかっていうと、これをこのままこういう風にスル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 すり抜けていくわけだ。ほら頭がねウィードでこうかすれて、もうさっきの状態と全然違うよねこれはね。要するにでこれでこれスル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 つって煽ってやると、これがさーっと綺麗に抜けると。というところでね、水槽を置いて簡易的にねちょっとこう実験みたいな感じでねしてみましたけれども、まあ、あれを見る限りでも明らかに違うよね。スルッと抜けてる、それがすり抜けバレットなんで、まあ、ぜひねそれを使ってみてこうカバーの中、まあ、ウィード攻略だったりっていうのをねしてもらえればね、皆さん楽しい釣りができるんじゃないでしょうか。すり抜けバレットよくチェックしてください。ステージ1、はい、まずねこれね、まあ、実践編じゃないけど、まあ、実際ね、フィールドで来てみて、まあ、こういうシチュエーションで使ったらどうだっていう、まあ、話なんだけど、まずねよく、まあ、おかっぱれでねやっててあるのは、まあ、こうシャットテール、まあ、夏だったりねこういうこうパッとねうわーっつって引っかかっちゃったよっつってこうぐる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 っつってパッとまで一緒にさ帰ってきちゃったりとかあるでしょ。でまあそういうところここら辺にさこうパッとがさみんなばらまいちゃったりとか、もうそういうのはこれをつけておけばほとんどないから、ピュッと投げてさでこう巻いてると、まあ、まさにこう全く引っかかんないわけよ。スル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 しちゃう。今みたいなさこうなくなってここでこうあるって言った時にさ、これがこういうふうにこう全部引き継いできちゃうじゃん。それをこう
ないあるって時にここもスムースにほらないあるって時スムースにはいな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 いあるスムースにこのスムーズにいくことがどれだけ要するに魚にアピールしてどれだけバイトチャンスを埋めるかっていうのは多分結構釣りやってる人だったらすぐ分かると思う。ちょっとでも平らな部分があるとそこに引っかかるけど先がとんがってることによってスーッと抜ける。ステージョン2、まあおかっぱりでね、まあ、よくあるあるあるだよね。こういうちょっとこう水辺がもう直視できない目視できない、まあ遠くから足元全然見えないって言ったところにいわゆるこうやってカバーでさ落としてさ音だけ聞いてってあるでしょ。そういう時、まあそういう時にも非常にスリングバレットは活躍してる。それはなぜかっていうとまあ落ちる時はいいんだよ、まだこういう風にヒュッて落とせばいいからね、こうやってチャポンってあ落ちたなって。でさこれが例えばもっとガサガサしたりするとさこう上げる時にさ引っかかるでしょうよ。こう上げてこうやってこうやってもっとこういうところにこう入れてあ落ちたなってほら落ちたなってなってその時にこれそれでもうああってこうやってやるじゃん。まさに今みたいな状態になるわけだ。そして、まあ、特にね夏カバー暑いこのああっていうのが釣りのリズムをめちゃ崩すわけですよ。でここにスリングバレットがついてる状態です。今度ね入れたこの中入れたこう巻いてくるだけでこうスルスル出てきちゃう。要するにさテキサスシンカーっていうのはまあ大体こうバレット型というかねこう先がとんがって、まあ、同じ形状してるんでテキサスシンカーとそのウエイトがゼロってことだよな。なんでテキサスシンカーっていうのはカバーの中に入れてもまあ出しやすいじゃん。それと同じ要領でウエイトがゼロっていう話。それウエイトがない魚が浮いてたりしてノーシンカーを使いたい、あとはこういうところで浅いのにボトムにシュッと落ちちゃってあれだとかいろいろあるだろう。そういう時にこうウエイトゼロで使える、まあ、それが本当すり抜けバレット。まあ言ってもさそんなことはないと思うんだけどね、まあ、究極ですよ究極。もうここにこうまあいわゆる、カバーがありますよ草雑草ってね。それもバーッて怖いっつってこんなこともないけどさ言うとそれだってもう本当にスー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 ってやってこれ軽くスー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 スやってスースースー出てきちゃう。ほう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 帰ってきちゃうっておかえりっつって。まさにこれを、ワームにつけて釣ってみれば今まで釣れない魚が釣れるというところかな。シチュエーションスイー例えば今度はさこういうところからこういう風にこういうところを入れようと。でブラックバスはカバーが好きなのは知ってるよねみんなね。なんでもうそういうところにこうやって入ってもそいつらが水中の中でもこうやってスル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 こうやって出てくるしさ、まあこれが例えば水中に入ってても入ってたとしてもいいよ。それでも結局これがすり抜けることによってこういうところでまたこうスルスルこれがぐん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 引っ張れながらビューンっていくよりはスル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 行ってくれた方がまあバイトチャンスも増えるということなんで、まあ、みんなねシチュエーションに合わせて、まあ、すり抜けバレットを、まあ、使ってもらえれば、まあ、こういうシチュエーションもしくは足だったりまあ言ったらその、なんだパッド系あとはウィード系っていうねその、ベジテーション系でも、まあ、とにかくすり抜けて綺麗にすり抜け刺してバイトを得たい時そういう時っていうのはものすごく有効になってくるからぜひ皆さんこれね、使ってみてはいかがでしょうか。すり抜けバレットです。お魚釣れるぜ。まあね、こういうところもさ普通にさ使えるんだよ。こういうの よっしゃ、わやー、ふー、俺来たー、ブラックバス。まあいうところにスーッて入れてさああいうところもすり抜けちゃうからパコーンつってすり抜けバレット、すり抜けバレット、もう一度言いますよ、すり抜けバレット。3、2、1、はい、すり抜けバレット。まあいろいろですね、その水槽を用意したりあとは、実践でこう説明を入れたりとかしましたけれども、何せね、使ってみて体感をしてみるのが一番分かりやすいと思います。どれだけすり抜けるかっていうのはもう言ってもね、釣りって自分にしかこう分からないことっていうのがいっぱいあるんで、まあ使ってみてそれをつけてすり抜けバレットを使ってみてもうすり抜けるっていうのをね、ぜひ皆さん体感していただきたい。そうすればどれだけすり抜けてるかっていうのがよく分かると思う。それがすり抜けバレットだ。